こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、炉の軍事開発も活発化してきている。だが米国には到底及ばない性能と言えるだろう。そのあらわだが、大規模な見本市を開催している。最新鋭戦闘機から無人機まで、いろんな展示品がずらりと並んでいた。では今回その見本市を詳しく見ていきますね。気になる軍事品はありますか？2020年8月24日、ロシアの首都モスクワで、大規模な武器の見本市が、23日から開催されていると報じ、同見本市は2015年から行われ、6回目となる今年、約1500社に上る企業が出品したという。この1500社の参加企業からは、約2万8000点余りに及ぶ各種の武器や関連品が出品されており、2019年の武器輸出額はおよそ1兆5000億円にも達すると見られる。ロシアがこの催しに注力をしていることがうかがえる。昨今の兵器業界を反映した今回の見本市では、ロシアも力を注いでいる。無人航空機UAV のグロムの実寸大モックアップも展示され、その外観はアメリカの無人戦闘機 XQ-58A ヴァルキリーにも似ている。無人航空機 UAV のグロムの製造を行っているロシアのクロンシュタットグループによれば、同機はスホーイ SU-35 戦闘機およびスホーイ SU-57 戦闘機に随伴し、その支援任務を担うという。アメリカの無人戦闘機 XQ-58A ヴァルキリーが積載可能な兵装が約250キロであることに対して、このグロムはその倍となる。約500キロを実現しているというが、コスト的な面は不明だ。XQ-58A ヴァルキリーを製造するクラトス社は、同機は1機あたり約 3.3 億円と試算しており、さらに一括で100機以上の発注となれば、1機あたりは約 2.2 億円までコストを低下させられるとしている。これを考慮すれば、グロムもそれと同等以下のコストとなることが予想され、アメリカが先行してきた感があるこの分野においても、ロシアが今後は存在感を強めてくるものと思われる。また見本市には複数のドローンも出品されており、全長約1メートルほどの小型のものでも約3キロの爆薬を搭載することが可能で、容易に目標への自爆攻撃を可能にする兵器として注目を集めた。こうしたドローンを使用した攻撃事例としては、2019年9月に発生したサウジアラビアの石油施設への攻撃が挙げられるが、この時使用されたのはイランが開発したタイプのドローンで、大きなニュースとなった。それは簡易で安価なドローンが攻撃を成功させたことへの脅威と驚愕がもたらしたものだと考えられるが、ここで使用されたドローンはリモートで操作されたものではなく、設定された内容に従って飛行したものだ。これは一般的なドローンの持つリモート操作のイメージとは異なることを意味し、
どちらかといえば、従来からある巡航ミサイルと同じような、用いられ方をしているということができるだろう。犯行声明で述べられたように、サウジアラビアの石油施設への攻撃が、実際に約1000キロほども離れたイエメンから実施されたとすると、実は、ドローンを使用するメリットは乏しいと思われる。これは、兵器として見た場合、巡航ミサイルの方が、はるかかに多くの爆薬を搭載できることが明らかであり、標的への打撃力を考慮すればどちらが効果的な攻撃であるかは一目瞭然だからだ。また、多くの巡航ミサイルは、ジェットエンジンによる高速で低空での飛翔を行うことができるのに比べ、ドローンは低空飛行は同様だが大半が、プロペラによる低速飛翔であり、迎撃されやすい速度しか出せない。こうした点、目標までの距離、威力、速度を勘案した場合、巡航ミサイルとドローンとでは目標を破壊できる可能性が格段違うことが、明白で、コスト面以外に、ドローンが勝る部分はないだろう。そもそも、軍事用ドローンは、携帯式の対空兵器の普及によって、有人機による偵察では、人的な損失を招くと考えたアメリカ軍によって、それに代わる偵察手段として導入され実用化された。ここで1990年代に生み出されたのが無人機の代名詞的存在となった RQ-1 プレデターであり、全長 8.22 メートル、翼幅 14.8 メートルの機体を最高速度時速217キロほどで飛行させることができた。しかし、この RQ-1 プレデターの速度は携帯式の対空兵器もちろん、接近すれば重火器で撃ち落とすことすら可能な速度であり、最初から存亡を前提とした存在であったことは明らかである。 RQ-1 プレデターに AGM-114 ヘルファイアゾラ対地ミサイルを搭載したものがMQ-1B プレデターであり、この兵装によって、主として敵戦車や車両を破壊する目的で投入された機体だ。アメリカ軍の MQ-1B プレデターは、2000年代での中東における対テロ戦闘で実戦投入され、はるかに離れた遠隔地のアメリカ軍基地から操作し、攻撃側には一切の人的被害が及ばない兵器となった。今日、ドローンによる自爆攻撃を攻撃手段として活用しようと考えるのは、アメリカ軍などの大規模な軍隊ではなく、あくまで予算的にも限られた一部のテロ組織などに止まると思われる。